はい、じゃあ作っていきますね。材料こちらですね。詳しくは概要欄をご覧ください。こちらアサリですね。アサリをね、ちょっとねざっと洗っていきましょう。はい、じゃあ洗ったらですね、こう、じゃあこのバットですね、バットに広げてやって、この貝にね塩水を入れていくんですが、まあ、貝はね、こんなバットに入れておいてですね、で塩水がね、だいたいこう貝の頭がね、ちょっと少し出てるような感じ、まあ、そのぐらいにね入れてやるのがコツですね。ダバーっとね、こう完全に沈めてしまうとね、貝がちょっと呼吸できないのでね、まあ、少し頭がね出てるような状態、このぐらいにしてやるのがちょうどよくいけるコツになりますね。はい、じゃあこれをね涼しいところに持っていきますね。はい、涼しいところに持ってきました。この涼しいところでですね、アルミホイルでも新聞でも何でもいいんですけどもね、これちょっとねかぶしておきますね。砂出しでね、結構大事なのがこの実はこの暗さなんですよね。貝って砂の中入ってるじゃないですか。だからね、まあ、それと同じ状態をね再現してやると、こうビヨーンとね砂をね吐き出してくれるのでね、まあ、そのこの暗さをねしっかりとやっていくと、これがねコツになりますね。はい、じゃあこのままね砂を吐き出させていきます。はい、ではね砂も十分に吐き出ましたので洗っていきますね。はい、じゃあねパスタのお湯を用意しておきましょう。 1% のね塩分にしておきます。はい、じゃあねちょっとね材料、他の材料を準備していきましょう。まあ、パセリですね。パセリはねちょっと簡単にね刻んでおきます。はい、これですね。次ニンニクですね。ニンニクを潰していきましょう。ね、はい、じゃあ次ですね、ニンニクオイルですね。これを作っていきましょうね。はい、オリーブオイルですね。で先ほどのねニンニクですね、ニンニクを入れます。でこのままだとねちょっとこう油が浅いのでね、ちょっとこう傾けてやるとねいい感じにねニンニクオイルになりますので、まあ、ちょっとなんかこうかましてやってですね、この状態でねこんなちょっと傾いてるような感じですね。こんな感じでね弱火にかけてじんわりとねニンニクオイルを作っていきます。唐辛子はまだ入れません。唐辛子ね結構焦げやすいのでね、まあもう最後の最後でねちょっと入れて辛みを移すみたいな、そんな感じでねやっていきますね。ではねニンニクの方ね、もう少しで色づくかなっていうところまで来ましたので、このぐらいになったらですね唐辛子ですね。唐辛子をね、あれこう種はねちょっと取ってやって、取ってやってね。でこれでねちょっと入れていきますね。はい。で少しだけね辛みを移します。まだね入れてまあ20秒が経ったんですけどもね。そしたらですね、アサリをね入れていきますね。入れていくんですけどね、パスタもね一緒にちょっと湯がき始めていきましょう。はい、今お湯が沸いております。はい、入れていきますね。パスタのこの火加減なんですけどね、かろうじてポコポコっと泡が出るぐらいの、そのぐらいでね茹でていきますね。表示時間より1分ぐらいね短めにいきましょう。はい、セットしますね。はい、じゃあですね、アサリですね、先ほどのこれをね入れていきます。それから白ワインですね、白ワインを入れます。この状態でね蓋をして、で火をね入れていきます。今日はねちょっと強火でガーッと入れてますよ。振りながらですね口が開くまで移していきます。開いたらですね、アサリね取り出していきますね。一旦取り出します。
で、この汁ですね、汁をね、ちょっとこう必要としてね、ちょっと、ね、煮詰めていきますね。ほんとね、味がこうガーッと、ね、凝縮していきます。すりながら煮詰めていくと、トロンとしていきますよ。はい、このぐらいですね。このぐらいにこう少しね、とろーんとしてきましたら、今でね、ちょうどパスタも茹で上がりましたのでね、パスタ入れていきますね。パスタが今1分前、表示時間が1分前ぐらいですね。で、上げていきました。これをね、ぐるぐるぐるっとね、絡めていきますね。ほんとね、先ほどのとろんとしたのがね、さらにね、トロンとなっていきます。もうちょいですので、あさりを戻し入れます。で、パセリもですね、入れていきます。絡めていきます。まあ、こんな感じでね、トロンとした感じ見えるかな。ですね、これがね、美味しい汁なのでね、ちょっと味見てみましょうね。OK、じゃあ盛り付けていきましょう。はい、これですね。はい、ではいただきます。まあ、ね、あさりもいただきますね。ふっくらす、大変美味しゅうございます。それはたまらん。はい、ではですね、海水程度のね、塩水を作っていきますね。だいたい 3% ぐらいにね、していく、塩分濃度にしていくんですけどもね。だいたいこれ、お水 800cc 用意して、それにまあ小さじ4ぐらいのお塩ですね。まあ、そうするとだいたいね、まあ 3% ぐらいになりますので、まあ、そんな感じにして、ね、塩を溶かしていきますね。はい、よくよく溶かしていきます。